はい、今日はですね、あのー、3月からあの新初段になるあのジョ・ブンエン初段とあの中国の、ね、初段である、あのー、チャン・チャン,シン・チャンンウィエーという、まあ、初段の選手がいるんですけども女性の、うん、その両者の野木での対局ですね。あのーまあ、のねで、まあ ちょっと見てたんですけれども、その対局を、たまたまね、あまりにも激しい碁だったので、まあちょっと紹介したいなと思いますね。で、ジョブウェイ初段は3、今年の3月から初段、新初段として、はい、入団を決めるみたいですね、入団するみたいですね。はい、じゃあね、えー、序盤から、あ、序盤じゃなくて、あの、初手からね、あの、きあのき初手から、 行きたいと思います初手そうですねではね初手から見ていきたいと思います、えー、白番が序文演初団ですじゃあ行きますまあその三三にすぐ入られないっていうのがねまあ面白いですよね やっぱりその初段、あの、初段ってそうですよね。そのプロになったばかりの人たちって、やっぱり今流行りのすぐにさん入るとかしないんですよね。かかるの、かかってっていう感じですよね。あの、中村初段もそうですからね。さんすぐ入らないですからね。で、まあ、ここでかかったんですけれども、まあ、ここで裾がかりしたので、まあ、白は、 まあこう手を抜いて両掛かりしました、ね、でまあこういって三々入ってまあこういう別れなんですけれどもまあここで軽くね飛んだんですけどもで黒三3入ってはいでここに打ったんですけれどもそれでですねこの後に黒がここ擦んで、あのー、もうあからさまにねこれなんですかここ切りますよと言ってきたわけなんですよね。 で、まあ普通、まあ僕とかだったらやっぱりこう押さえたいんですけど、まあたいこういう手ってねだいたい僕が考えるぐらいですから、これ筋が悪いですよね。はい。筋の悪い手だと思うんですよね。で実際にジョブン電これこう打ちましたね。もう。だから結局これ押さえられない。無理やり抑えられないのに抑えようとするっていうね。そういう手ですよね。で、こう言って、こう言って、まあこう切られてね、ちょっと困ってしまいましたね。これでね。 うん、この時点でね。じゃあまあ、ここどうすればよかったかっていうことなんですけれども。そうですね。ここではですね。まあ、こう三々、えっと、まあ三に入って、この、あのね、あの、三々に入って展開すると。で、3々に入ってこう、まあ、こう取られても、ここでね、33でこう生きれば、こことね。 あのこういくのがまあその筋のいい手ですよねまあでもそうはしませんでしたはいまあここは三々がベストだったみたいですね、はい、まあこう割り込まれてこれ切られてまあここから戦いですよねこの戦いはもう明らかに黒が有利ですよね周りに黒が多いですからね戦いでは周りにど っちの石がが多いかが重要ですから、はい、でまあこういってこういってまあまあようわけ分からん戦いですよね。まあここまでは必然ですね。目黒これ取りに来ましたねここでね。 でこう伸びて桂馬で外してここかけてこれで完全に封鎖されましたねこの白。これはこの白生きるかどうかなんですけれどもまあそうですねこのこの白はまあここですねここをまああの脱出しようとしてここを当て込んだんですけれどもこの時に黒こうツましたけどやっぱツはね やっぱこれ空三角ですからうん、うん、やっぱ次はやっぱりこの評価値下げましたねあの片子も、うん、下げてますねやっぱりここは形よくねやっぱり駆けつぐのがいいと、まあ、ここに来られた時にこの眼形が先手だから眼形が発生するということなんですけれども、まあ、それでもこの形は良くないですよね。まあからさまに取りに行ったとということですね黒は 許さんと。眼形も与えんということですね。で、まあ、付け越して、こういって、こう切って、まあ、わけわからん戦いなんですけここ、付けた手はね、いい手ですね。うん。付けた手は非常にいい手です。はい。筋ですね、これは。はい。で、まあ、こういって、これ取りに行きますここは普通はそうですね。まあ、跳ねるぐらいが普通だったんじゃないですか。 うん、まあ跳ねて引いてまあ跳ねておけばねもうこれ取れてるしこれ生かしてやっても、ね、いいんじゃないかというまあ AI はそう見てるんですけどもまあね取りに行きました黒は取りに行きましたあから,からさ様に取りに行きますねでこう来た時に黒は白はここを打ったんですけれどもこの白のねこのコスミが非常にいい手でこれ以外はしのげないんですよこの白は。 これ以外はしのげないんですけどこのコスミが唯一ねシノぐね手筋ですねいい手だったと思いますこの手で、ね、ではこうきてここ,まであここですはいここですさあここで白の最年始はここで、まあ、生きておこうっていうことですね生きておいて抜いたらこうなんですこれでこんな感じで打てばこれでまあ白良かったと思いますねうん 一応、しのいだと思います。ここは、しのいでいると思います。にもかかわらず、ここでこれ、ついだんですよね。これ、ついだ手とはどういうことかって言ったら、このダメが思いっきり詰まってるじゃないですか。そういうことなんです。だからダメが詰まってるから、ここで。こう、継いだ手っていうのは、これ非常にまずかったと思いますね。これで逆に、あの、黒が良くなってしまいましたね。 でまあ、ついで、まあ、こ、ここにね、こすまれて、ここにつけられて、こすみつけられて、ね、ここで、これ、まあ、かけ継いだんですけれども、ここ。これが成立してるんですよ、実は。この羽が。この羽が成立しちゃって、これ大ピンチですね、今。えー、白は。ピンチですね。で、まあ、切った、ね、ここでこういって。 を張って。まあ、この当たりは、まあ、いらなかったと思いますね。で、こう、いったんですけれども。さあ、ここでですね、これ攻め合いどうなってるかって言ったら、これ攻め合い黒勝ってるんですよね。というのは、絞る手があるから、こうやって。これ、継げないじゃないですか。継いだらこれで攻め合いは、まあ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 。 攻め合い、まあまあまあ、その前に、その前にこれ打たないといけないな。はい、打たないといけないね、うん。で、まあ、まあこういった時に、ここで、あ、そうですね、ここでですね、まあその、白はここ、絞れば、これは継げないですよね、こう。ついでらこれついで。これ攻め合い、一手負けですよね。白が。 だからこれで良かったんでですよこれで実はあのー、白はもう終わってたんですよ。なのに何を勘違いしたか知りませんけどもここにいけば良かったのになのに何を勘違いしたか知りませんけどこれ伸びてしまったんですよ。これでも一気に白小声になりましたね。 はい、これでもう、小生です。これでもう、評価値も90%超えましたね。うん。これでもう、小生です。今。これでもう、まあ、まあ、終わったんじゃないかなっていうことですね。これ、もこれ、これ結局、コウにしかならないんですけど、あのー、白が先に取るコウなので、コウ立てがないっていことですね。まあ、こうなります。まあ、これはもう、これに勝るコウはないですから。 結局こうなって、こうなって振り返りなんですけども、これはもう、火を見るより明らかに、これは白が有利ですよね、ここでは。で、まあ、この後にね、白ここを押さえたんですけど、この押さえてた手がね、うん、どうも悪い手だったみたいですね。この手では、あの、一気になってないってことです。結局白は今、ここを まあ、この後、ここをね、あの、しのがないといけないんですけど、この押さえは、しのぎの足しになってないということですね。はい。人工知能は、こう、つけて効かすとか、あるいはここに桂馬を打つとかにして、打っておけば、ここは別に問題はなかったんですけど、ここをね、抑えたばっかり、ここでね、評価値がね、

ここは、ここを継ぐべきでしたね。で、何とかして、まあ、意味はわかるんですけど、何とかして、まあ、あれしたいっていう、挽回したいってい気持ちなんかどうかわかんないですけど、ここを継ぐべきだったと思いますここ伸びてやってるが、またこれ評価値をぐっと下げましたね、これで。これで、どうでしょうかね。これでね、逆にね、 うんもう黒と白がほとんどね、一緒ぐらいっていうか、やや黒よしみたいな感じになりましたね。これで伸びた手で。やっぱり伸びた手ではこう、継ぐべきだったと思います。これ、まあ、さあ、これはもうひどいですね。もう、白はこれ何やってるかわかんないですよね。はい、もうこの、ここではもうそうですね。これは、 逆にもう今黒小生ですね逆に黒がもう今評価値90%超えましたもうここ死んじゃったし、はい、なんですけれどもまあここからねまたいろいろ戦いこう切っていろいろ戦いが始めてくる,るんですけどこうつけた手はいい手でしたね、はい。さあここで白こう来たんですけどやっぱりここ暑いからやっぱりねあのー、そうですね、まあ、黒はこういうとこ打つとか。 ここ割り込んじゃうとかやっておけばよかったんですけどこれをね結局活かしたもんだからちょっと評価値ねあのまた白ちょっと挽回しましたねこれででここ急所に来られて逆に白にちょっとね怪しくなってねまあここではちょっと多分動揺してると思いますねうん何とかしてこれ取ろうっていうことなんですけど これを取ってね、何とかしたいっていうことなんですけれどもこの,この辺をねこれを取らせてくれる人はいないですよね。こうなってこ,っ、ね、こうなったんですけれどもさあここでですねかなりここで評価値はあのここではかなり切迫してきましたね。 白、黒ちょっと動揺してますね、ここでね。でこ切ってね、行ったんですけれども。さあ、ここではもう、そうですね、もうほとんどね、またね、50%ぐらいになりましたね。ここでは評価値が。もう切って、こう来たんですけども。でこう打ったとき、こう打ったんですけど、まあ、これはね、 いいんですけどさあ黒はこれ生きないとダメでしょこっちをまずはもうこれ取られてるしこれ生きないとダメじゃないですかこういってねここ黒生きないといけないからこういくこういかないといけないのにねこういかないといけなかったんですよ黒はでまあこう行ったらまあここ行ったら生きちゃうから白まあこういくぐらいだったんですけれどもこうやってねこう まあこうやって言ってなんとかしのげばこれでも5対5だったんですけれども今形勢がねさあここでねまあそのまあとんでもない手が出ましたねここまではいいとしてここまではねずっとはいこの手ですはいこの手この手がね敗着ですねうん明らかな敗着ですこの手はこの手でねまあそうですねまあそのまあ次の手なんですけどこれの。 これ決定打になってもうこの手でこれがね取られてしまいましたね取られましたこれはこのあの手順を見たら分かるんですけどもはいこう言ってずっと行くんですけれどもはいでここでね投了しましたねこの後の手順なんですけれどもこの後はそうですねまあ黒こういったらこうい こういってもこういってまあこういってもこれでまあダメですしまたそうですねこういってこういってこういってまあこう絞ったとしてもまあこれまたダメですしまあ手こう打たないといけないですからもうこの間こういかれて。 もう負けてますからね、これで結局ダメで、結局、まあね、これはね、ここで投了、やむなしく投了したんですけれども、まあ本当激しい碁で,でしたね。まあその、まあ、2点3点するという、そういうね、あのジェットコースター乗ってるようにね、黒の評価値、白の評価値上がって、黒の評価値上がって、まあそういうね、こうでしたね、面白いね、こで。やっぱり、序文ンさんが非常に戦いの子だとでいうこともわかりましたね。まああの スミレちゃんね中村初段もね戦いの碁で,ですけれども、まあ、中村初段と、まあ、打ったら非常に面白いんじゃないかという気がします。はい、じゃあ今日は以上です。はい、お疲れ様でした。